今はですね、歩行支援ロボットというものなんですけれども、手押し車のようなものに、ロボティクスを組み込んでですね、高齢者の方の、安全な歩行を支えていくと、そういったロボットを作っております。介護予防と、高齢者の方が、介護状態になる手前にですね、安全に、歩行して運動して、で体を健康で維持していただく、そういったところを目標にしたものでして、主に高齢者の方というのは非常に個人差が大きいですね。体型ですとか、身体機能ですね、そういったところの個人差が大きいということと、さらに年齢とともにその身体機能がですね、変化していきますね。非常に早く変化していくと、こういったところに対応する、最適化の部分ですとか、それできるだけ多くの方に使ってもらうための、技術的な調整、そういったところが難しいですね。私は、大学からですね、実家を離れて一人暮らしをしながら、要は親と離れながら、暮らしているというところがあったので、できる限りその、電話以外のですね、コミュニケーションも含めて密につながっていくというところに非常に興味がありまして、親のことも心配になったりするけれども、そういったところでこうどのように距離感を持ってですね、見守っていくべきかとか、いろんなこう情報技術を使って、お互いの距離を、縮めたりしたいというふうに思ってました。やはり何をするべきかを考えるときに、自分の背景に根ざしてですね、考えるというところはやはりあります。私の場合はそれが、親との関係であったり、遠距離であったりする部分を、どのように、解決するべきか、そういったところを、技術的に考えていくというところがモチベーションになっておりました。人工知能の一般として考えるとですね、本当にこの世の中あまねく情報をご瞬時にその顧客に最適化して提供していったり、その情報に基づいて何らかのサービスを提供したりっていうところにおいて非常に効果が高いと思ってます。で、そういった技術を実現する上で、お客様個人個人のですね、情報を、より多く得ておいた方がですね、お客様に合った情報を提供するというところにおいても、非常に重要な、効果を生むと考えてますので、お客様のそばからですね、そばに寄り添いながら健康状態とか、身体機能の状態とかを日々、日常生活の中でですね、取り続けていくと、そういった技術を用いることで、日常の、気分とかですね、ちょっとした体調の変化感づいて、それに合わせたサポートを行ったり、情報提供を行ったり、身近にですね、家族が一人増えたかのようなですね、サービスを提供するところまで、人工知能の技術があればですね、実現すると考えています。研究者、技術者の立場からすれば、顧客のニーズというのは今多様化しながらですね、本当にこう踏み込んでいって話してみないとわからないっていう状況がございますので、顧客接点を非常に、強く持って、本当に必要なニーズを聞き出して開発をしていくというスタイルが一番大事なのかなと考えています。